はい、どうもボーイです。ということで、本日は少し前に自分の YouTube のチャンネル登録数が5000人いったということで、前から5000人いったらプレゼント企画、やるって言ってたので、もう約束通り、今回プレゼント企画をやっていこうかなと思います。まず本当にいつも見てくれてる方、本当にありがとうございます。YouTube はね、本当にあくまでも趣味の一環としてやってるんですけど、ただそれでもね、こんな、ど素人の一般人の動画をね見てくれて、ましてチャンネル登録までもして、いつも見てくれてる方には本当にね、感謝をしていて、やっぱりこう見てくれてる方がいてこそ、まあ、成り立つというか、まあ、自分のモチベーションにもねこう繋がってるので、本当にね何回も言うようだけど、いつも感謝してるので、ちょっとそんな日頃の感謝を込めて、まあ、そんなにすごいいいものでもないんですけど。プレゼント企画でプレゼントを用意したので、ぜひちょっと最後まで見て、参加していってください。ということで、まず今回プレゼント企画で、全部で4つ商品を用意したので、それを1つずつちょっと紹介してから、最後に応募方法について、話していきたいなと思います。ではまず1つ目なんですけど、1つ目はこちらシュプリームの、スモールロゴのビーニーになります。これ多分去年の 19SS ぐらいで買ったやつなんですけど、オンラインで買った、新品未使用の、ビーニーになります。ちょっとね、まあ、出したいなと思うんですけど、はい、いつものね定番なこちらの、シュプリームのスモールロゴの、ビーニー、カラーはねブラックになります。近くで見るとこんな感じの、まあ、一番ベーシックなね、こちらのシュプリームのスモールロゴの、ビーニーになります。このビーニーは自分も普段、いつも使ってるビーニーなんですけど、やっぱりねシンプルなこのスモールロゴ、服装にもねすごい合わせやすいので、結構ねやっぱりおすすめな、ビーニーかなと思います。今年のこれ SS ブラック出たのかな、ちょっとねあんま覚えてないんですけど、1点目はシュプリームの、スモールロゴの、ビーニーになります。で、欲しい方はね一応納品書とかも確かあるので、納品書もね欲しい方は、お付けします。で、次は2つ目なんですけど、2つ目はね結構レアです。2つ目はねノースペースの、南極横断隊のね去年の11月に、コラボというか、限定発売された、T シャツになります。で、表がねこういう、プリントになってるんですけど、後ろもね、国旗、南極横断隊で参加していたメンバーの、国旗が入っていて、ノースペースのね、ロゴとかもここに入ってるんですけど、袖とかにもねこれで、袖の横にもこちら、トランスアンタークティカのパッチのね、デザインがプリントでデザインされています。で、反対の袖にはこちら、ノースペースのロゴがデザインされています。で、こちらサイズが XL なので、まあ、自分の身長でもね結構いい感じにゆったりと、着れるサイズ感かなと思います。で、全体的にね、後ろは、こんな感じのデザインになってます。で、これめちゃめちゃね生地がすごい良くて、ヘビーウェイトの、生地感を使ってるので、T シャツ自体もすごいよれにくくて、生地感も、すごいいい感じになっています。まあ、この T シャツはもう再販することがないのと、あと XL のこのサイズもねなかなかメルカリとかでも、出回ってない、T シャツで、多分プレネもね今1万5、6000円ぐらいついてるのかな。欲しい方はぜひ、応募してください。2つ目はねこちらノースフェイスの、南極横断隊の、T シャツになります。続いて3点目なんですけど、3点目はスニーカーになります。こちらナイキ SB の、箱なんですけど、何のスニーカーかっていうと、こちらね、3点目は、ダンク SB の、ブルーヒューリーになります。で、こちらは、サイズが28センチの、もちろん新品のタグ付きの、スニーカーになります。まあ、これからねこうだんだんと暑くなってくるので、まあ、こういう爽やかなね、カラーリングもいいかなと思って今回、抽選の中に入れたんですけど、まあ、前回、こちらのブルーヒューリーも紹介してるので、もしまだちょっと見てない方はぜひちょっと参考にして、応募してみてください。一応こちらね、今回28センチの、こちらダンク SB の、ブルーヒューリーになります。
で、最後のこちら4つ目は、ナイキのね、ジョーダンのスニーカーになるんですけど、一応まあプレゼント企画の中では、まあ、これがね一番高いかなと思います。で、肝心のね中身なんですけど、まあ、何のスニーカーかっていうと、もちろんこちらになります。ジョーダン1のコートパープルになります。もちろんね、新品未使用の、スニーカーなんですけど、まあ、これもね前回あのコートパープル紹介してるんですけど、実はねコートパープル今回3足、当たっていまして、あのスニーカーズとあとビリーズのオンラインで買えてて、あと見たスニーカーズでも当たって3足、買えていて、で1足はねちょっと友人に譲ったんですけど、まあ、2足は自分用にあのガシガシ履く用と、あと保管用として2足、持ってたんですけど、もうよくよく考えると、まあ、そんなにスニーカー履くタイミングがなくて、多分このコートパープルも、まあ、月に1回か2回ぐらいしか履けないかなって考えると、まあ欲しい方に譲りたいなと思って今回こちらのコートパープルを入れたんですけど、こちらねサイズは 27.5cm になります。まあ、ちょっとね今回こちらのコートパープルって全体的に作りが雑で、まあ、このジョーダン1のコートパープルも少しね作りは雑な作りになってるんですけど、まあ、その辺はねちょっとあのご了承ください。ただまあカラーリングはね本当にかっこいい、スニーカーなので、欲しい方はぜひねちょっと、抽選参加してみてください。はい、ということで以上4つが、今回プレゼント企画として出す、商品になるんですけど、まあ、おさらいしていくと、1つがね、1つ目がこちら、まず、シュプリームのスモールロゴのビーニーになります。で、2つ目はこちら、ノースペースの南極横断隊の T シャツ、こちらサイズが XL のサイズになります。で、3つ目はこちら、ナイキのダンク SB のブルーヒューリー、こちらサイズが28センチの、スニーカーになります。で、最後がこちら、ジョーダン1のコートパープル、こちらサイズが、27.5cm の、スニーカーになっています。で、今回こちらプレゼント企画の、参加方法なんですけど、まず一つ目に、こちらの YouTube チャンネルを登録している方、もしまだちょっと登録してない方は、チャンネル登録をお願いいたします。で、二つ目にこのチャンネル登録したページっていうのを、あのチャンネル登録済みってなってると思うので、そこのスクショをね、撮ってください。で、3つ目に、自分のインスタグラムをフォローしてほしいんですけど、フォローした後に、先ほど YouTube のスクショを撮った、スクショを、DM で送ってください。で、最後にこちら今回プレゼント企画の中から、欲しい番号の、番号を2つ選んでほしいんですけど、その番号っていうのは、下の概要欄に、載せておくので、まあ、例えばまあ1番と4番とか、1番と3番、まあ、2番と4番とか、好きな番号をね2つ選んで、応募してください。で、これはまあ当たり前のことなんですけど、お一人様1アカウントのみで、応募してください。まあ、ちょっとねこれだけは本当に約束お願いいたします。で、応募の締め切り日なんですけど、一応1週間、期間を設けてるので、来週の31日の、日付が変わるまで、参加の受付をしています。まあ、今回スニーカーのサイズとか合わない人は本当に申し訳ないんですけど、スニーカーの他にもね一応アパレルも用意してるので、ぜひねちょっとあの参加していってください。まあ、くれぐれも、期間だけは、過ぎないようにお願いいたします。で、プレゼント企画の当選者は、インスタグラムでこちらから、DM をね送らせていただきたいなと思うんですけど、一応インスタグラムの中でも、誰が当たったっていうのは、当選内容を発表するので、もしね当たった方は、もしね当選した方は、ぜひ商品が届いた時にあの商品届いたっていうね投稿していただけるとね、嬉しいかなと思います。まあ、今回本当にあのやらせとかも全くなしで、応募した方誰かにね、ちゃんと当たるようにしてるので、ぜひねちょっとあのいつも見てくれてる方は、気軽に参加していってください。まあ、全体的にはそんなにいい商品でもないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと日頃の感謝を込めて、4名様にちょっとプレゼントしたいなと思うので、ぜひねあのいつも見てる方にねちょっと当たってくれたら嬉しいですね。はい、そんな感じで今後とも、こちらのボーイの、YouTube チャンネルをね、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。良ければチャンネル登録と
高評価もよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。